こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、こちらにある、iPhone ケースを紹介していきたいんですけども、私が何者か分かりますか？何者なんですか？iPhone ケースオタクですよ。実はですね、私唯一趣味がありまして、それが iPhone ケースを集めなんですよ。今までいくら私が使ったと思いますか？どれぐらいでしょうか？当ててみてください。30万ぐらいじゃないですか？違うんですか？200万円です。いや、難しいですよ。わあ、破産。今ここにあるんですけども、もう世間でももう超売れてるケースなんですよね。あ、ちなみにこれは番外編です。これは iPhone のレザーウォレットっていう背面にペターンってつけるやつなんで、それをちょっと後でお見せしますよ。なので今日はですね、こちらのケースたちのメリットとデメリットをそれぞれ発表していって、最後に私が一番これがおすすめだっていうのを発表したいと思います。では動画をいってみよう。いいよ。ではまず最初はこちらですね。じゃん、 iFace のリフレクションっていうケースです。今までの iFace って後ろも全部覆われてるんですけども、背面のデザインを結構見せたいっていう方には今こっちの方が人気でして、ちなみにこれは Pro Max、Pro どっちもあります。じゃあ早速つけていきますよ。カチャンカチャンって、ほっ、おー、かっこいい。でこれガラスなんで、ちなみにここにリングをつけることはそのままだとやっぱ取れちゃうんですよ、コーティングで。透明のシートを貼った上からリングをつけると剥がれないみたいな、それがおすすめの方法です。これこうやってグリップ力が増しますね。どうですか、私レビューマスターになります？レビュー、なります。マジっすか。したらですね、次いきます。こちらiPhone の、純正シリコンケースでございます。これシリコンって言ってもなんか、あ、すぐになんか汚れとかついちゃうんじゃないのみたいな、なんかそういうイメージあるんですけども、 Apple の純正はすごいシリコンなのに高級感あるみたいな。これあれなんですよ、 Apple の新機構マグセーフ充電。テヘペロ。ダメだダメだ、私ごめんなさい、すいません、カットお願いします。これいきますよ、パカ、すごいですよこれ。なので iPhone 12シリーズからこういう純正のケースのその需要が高まったって言われてますよね。まあどんどん今後もこれに対応していくと思うんですけども、じゃあつけてみますよ。これねめっちゃいいんですよ、パカ。ほらこれ、これかっこよくないですか、純正ならではなんですよ。ケースの色が丸く出るみたいな。やっぱこうフラットになったからなんか握り心地もいいですね。こうサイドでお尻、これいいんですよね。下の部分はちゃんと覆われてるし、スピーカーのアテンテプチプチみたいな感じもちゃんと一つ一つ精巧に作られてるんで、これも私お見せしたいんですけど、さっき言ったこのレザーウォレット、これにつくんですよ。まあ、裸にもつくんですけども、あ、そうだ、これだ、いきますよ、パカ。ほら、これもアニメーション出る。レザーウォレットとこれ組み合わせるとめっちゃいいですね。ただこのままだと充電できないんで取る必要があります。でもこれいいっす、かなり。で結構これがあれですよね、クセモンですよね。クセモンですね。何ですか、性別をこじらした私みたいな感じでクセモノみたいな。謝れも警察が必要っていいのかって、あ、なんて言うんですか、そういう時って。ごめんで済むなら警察いらない。あ、すいません、それでした。で、これ、これ次。これが、エジューのスマホケースなんですけども、これすごいのが、こうやって、こうできるんですよ。外出するときに、これだけで私は出る時もあります。ここがね、あれなんですよね。ほら、すごくないですか？ポケットですね。ポケット、小銭入れも、兼ね備えたポケットなんですよね。なのでカードとかこう入るんですよ。で お札も入るんで、あとリップも入ります、この中に。これがなんかミニマリストの方々にはなんか人気みたいな。ただちょっとお値段が高いですね、約1万円弱するん で男性の方でもいいのが、これを取っちゃってこのベルトにポンとこうつけてもいいかなと思いますよ。肉団子さん的にどうですか、欲しいですか？これ欲しいですね。ほんでに？ありがとうございます。いや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 。いや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 。
で、これ私かなり一押しで、じゃあ早速つけてみますよ。しかもすごいな、これ荒木優子さんとか加藤ミリアさんとかエイクラナダさんも使ってるんですよ。かなりの大物芸能人さんたちが使ってるんですよ、これすごい。で、これちなみにここ、こうなってるんです。すごいですよね。これでこういうことができるんですよ。あーすごい、すごいですよね。多機能ですね。多機能で、 ちなみにこっちもできます。あーそっかそっかそっか、はい、すごいですね、これすごいんですよ、これマジでいいんですよ。この前私外で仕事で行った時にこれだけで外外出しましたからね。で、これちなみにこうやってリングみたいな感じもできますよね。あーすごい、これでもこれでもできますから。これでもこれでもってやばい。よく私言われるんですよ。いや、 あの青木って全然語彙力ないけど、俺たちは義務教育受けてる間地下海底牢獄に入れられてたわみたいな。そう、私だけ時間止まってるかもしれないですね。じゃあ次行きましょう。これさ、インスタ映え最強のケースって言われたケースなんですよ。パカッ、裏はこんな感じなんですよ。ツートーンなんですよね。で、ケースの名前がボナベンチュラっていうケースなんですけども、革がですね、シュリンクカーフレザーって言って、なんて言えばいいのかな、サラサラかつふかふかしてるっていう素材でして、これすごいのがエルメスの革と同じ素材使ってるんですよ。はい、お値段これ1万5000円前後だったと思うんですけども、エルメスってめちゃめちゃ高いじゃないですか。高いですね。その同じ素材のレザーを使った iPhone ケースが1万円弱、1万5000円ぐらいで手に入るっていうので、めちゃめちゃ人気なんですよ。これ、これケースが割れたとしても、ここ後ろペリペリって剥がして、またお店持っていけば支えのケースをつけてくれるから、だからボロボロになるまで使えるっていう。へえ、すごいですね。はい、めちゃめちゃいいんですよ。ちょ、これつけますよ。すごいんですよ、これ側面のこの iPhone と同じ感じにキラキラしてるから、つけてもあんまり違和感ないんですよね。ほら、どうですか、この境目が。はあ、ほんとだ。はい、いいっすよね。ですね。パッと閉じると、このベージュ、エトープって色なんですけども、これはエトープ×イエローっていう。で、背面こんな感じ。いいっすね。いいっすよね。いいですね。しかもこれ革なんですけども、ちゃんとこうやって柔らかいから柔軟性あって折り込めるんですよ、後ろに。だからこうやって持つこともできるし、こうやって持つこともできる。でも私は結構こうやってチラ見せしたいんで、街歩いてる時におしゃれだから。これめちゃめちゃ気に入ってますね。で、最後これですね。だ、これ外すの大変なんですよね。硬いから。硬いですね。私今まで一番外すの苦労した iPhone ケースが、もしっていうケースとパワーサポート。はい、めっちゃ外しにくくて、爪取れるんじゃないのみたいな。あ、これ外した。オッケーオッケーオッケー。じゃあ今から一つ、こちらが見つかりました。それがいいです。ごめんなさい、ボケ方が分かんなくて。とりあえずボケたいっていう。もうこれアップのレザーウォレットっていうケースですね。ケースっていうか、あれか、お財布みたいな感じですね。はい、こんな感じにお金を入れられるんですよ。で、 iPhone の背面にこうやって模様も出るんですけども、こんな感じに。これが私結構いいなと思ってて、結構動かないんですよ。ちゃんとマグネットがついてるんで。しかもこれ、あの本革なんですよね。あー、本革。本革なんですよ。で、今ここに画像出てると思うんですけども、色のカラーラインナップが今4色展開ですね。で、私はこの本体のブルーに合うようにこの色にしてます。じゃあ早速一つ一つメリットデメリット編いっていきましょうか。まずこのアイフェイス、こちらデメリットはないぞ。じゃあメリットのみで。メリットのみ。 iPhone のこの背面のデザインが活かしつつ、ちゃんと衝撃吸収ができるんですよ。四つ角にちゃんとクッションが入ってるんで。クッションってこの分厚くなってるから、こう落ちても大丈夫なんですよね。はい、デメリットないぞ。最高ケースですね。そして最高です。強いて言うのであれば、最近のこの透明ケースって、このカメラの周りのここですね、ここにちゃんとそのホコリ侵入フィルターみたいについてるんですよ、枠が。でもこれついてないんですよ。なので、こういった透明ケースじゃないですか、後ろが、はい、ホコリ侵入したら目立ちますよね、ここに。私はそれが嫌なんですよ。こういう枠が内側についてるんですよ、透明ケース、最近のは。ああ、そういうことですね。ちょっといいやつだとついてるんですけども、はい、これも結構いい値段しますよ。多分3000いくらするんで、いい値段するけども、まあ多分デザイン重視で多分なかったのかな。なんかそれがあれば満点です。次これ、
これが iPhone のこの純正ケースなんで、その今 iPhone が新しく出しているそのいろんなこういうマグセーフ機能ですね、これがもう存分に堪能ができるっていうので、私はこれはかなりいいと思ってますが、まあその分ちょっと値段が高いと。なのでそれがなかったら全然いいですね。それ以外も本当に最高です。手触りもすごいいいし、そのポケットここ出す時ってシリコンケースだと結構つっかかったりしません？あーしますします、ゴムなんで、はい、なんかそれが全然ないんですよ。すごいサラサラしてますよ。触ってみてください、ちょっとマネージャーさん。いいですか？はい、サラサラしません？あ、すごいサラサラですね。そうですよね、これがめちゃめちゃいいんですよ。で、色も結構展開があるんで、 iPhone のその本体の色に合わせてここにこうやって出るように。ただちょっと私思うのはこれどうですかね、合います？合います、合います。あ、本当ですか、うん、なんか最近 iPhone のその公式ホームページか、なんかケースのこの色の組み合わせあえて逆にしたりしてますね。なんか外が青だったらなんかゴールドみたいな、はいはいはい、色を変えてみるのもありかもしれないですね。本体の色がゴールドでこっちをブルーみたいな、はい、デメリットは値段ぐらいですかね。それ以外は特に、うん、全然いいですね。でこれですね、これは一長両短ありますね。本当にめちゃめちゃ私はいいケースだし、また次の新しい機種にしたら買い替えたいって思うんですけども、2つデメリットがあります。1個は、このマグセーフ充電ができないんですよ、これ。あー、そういうことですね。できないんですよ、これってやっても届かないんですよ。なんか電波が、磁石が届かないのかな、なんか充電されないんですね。なんでその最近の新機能を恩恵が受けられないっていうのと、あとは超広角モードって撮影あるじゃないですか、はい、カメラで、はいはいはい、なぜかここが映り込むんですよそれはダメですね。そうなんですよ、ダメなんですよ。その2つですかね。それ以外はもう全然最高です。これがないと私は無理っていうぐらいすごい気に入ってます。作り純正並みにめちゃめちゃしっかりしてますよ。この革のこの塗装の仕方とかかなり質感高いです。お値段が1万円ぐらいでしたかね。これ1万円ぐらいです。ちょっと高いですね。高いですね。ただ財布、あとポーチ、ケース3つの機能が備わってると考えればそんなにいいんじゃないですか。そうですね、それ見つかったらそれぐらいしますもんね。そうですよね、はい、多分、うんですはい、じゃあ次いきますよ。モノベンチュラー、これですね、これはですねすごく高いんですけども、それ以上に高級感を演出してくれるっていうので、なんか持ってて気分が上がる。あとはこのアフターサポートもすごいしっかりしてますね。これペリペリって剥がしてここが割れたとしてもまた使い続けられますよっていう。あとこの入れられる収納の場所がいっぱいあるから、お札入れたりカード入れたりとかいけるんですけども、これも、デメリットあります。このこれができないんですよ。はい、それもできないんですか。ただマグセーフじゃなくて、あの普通の置くだけ充電はどうなのって感じなんですけども、それもできないんですよ。意外とこうやって薄いんですけども、はい、磁石電磁波っていうんですか、その充電の、はい、届かないんですよね。それが残念。残念ですね。それ残念なんですよ。それができれば最高だった。だからここはすごい機能性がいいし質感もあってすごいテンション上がるけども、置くだけ充電ができないです早速ですね、私が、一番この中でおすすめするケースを、決めるとしたら、純正ケース。純正ケースですか。悩むんですよね一番使う頻度が高いのは純正ケースなんですよね。あ、はい、充電の楽さ、うん、プラスキャッシュレスができる、バッグから財布出す動作がなくなるんですよ。そのことを考えると、このマグセーフの恩恵を受けれる純正ケースのこれが一番いいかなと思います、はい、ただその時と場合にもよってピクニックとかハイキング行くんだったら絶対こっちですね。あ、そうなんですね。あ、もう絶対こっちです。これだけでこうやってショルダーでこう行けるんで、こうやって、あー確かにそうですね。移動する時とかどっかにプチ旅行行く時とかもうこれ以外私無理だなって思いましたもん。確かにそうかもしれないです。はい、だって YouTube の その撮影するでもこうやってスタンドで撮影できますからね、自撮りでこうやってバッて。確かにそうですね。ただ広角カメラ使うと、超広角か使うとこれ入っちゃうんで、まあ、そこはちょっと残念ですけども、こうじゃなくてこうやってやればここ入んないんで、カメラ映り込みが、はい、順位的にはまずこれ1位、2位、まあ置くだけ充電でこれできるんで、こうっすかね一番値段高いやつがあれなんですね。
でもやっぱそう考えると高いのにランク2位に入ってるんですよ。世間でもかなり売れてるんで、高いのって結局売れないじゃないですか、なかなか。そうですね。でも売れてるってことはやっぱそれなりに持つ価値があるんだろうなと思いました。本当に大人気なんで、これ多分こういうのはなんかお上品な場所とかに行くときはいろんな服装に合わせれるような気がしますね。そうですね、うん、で番外編なんですけども、私最近この組み合わせです。裸ケースを使わない、ホマステントおい、ケースを紹介しといて、お前ケースじゃねえのかみたいな。あの実質的な番外品1位これです。あーケースの紹介だったな。これあれですかね、ケースが1位って言った方がいいですかね。いやでも、もうこれが一番のメリットが、軽い iPhone がただでさえ重いんで、プラスキャッシュレスができる、はい、これが最高。これでも本当良かったんですよ。でもつかないんですよこれ。つくけどちょっとポケット入れた瞬間に磁力が弱まって取れちゃうんですよ、はいはい、怖いじゃないですかカード入ってるから。ですね。なんで、まあ、実質的な1位はこれです。なんかもう万人に向けて1位はこれ、これで、この組み合わせだったらもう120点、ほこりが気になるってちょっと私神経質な部分あるんで、まあ、90点これだけでもかなり高いです、これかなり満足度高いんで。でこれはまあ今あんまりね外にあんまり出かけるっていうご時世じゃないんで、まあ、そういう時期にはちょっと向かないかもしれないけども、旅行ホリデーシーズンとかではこれはもう180点。おお。ただ普段使いこれ重いんで、ほんと小銭入れたらめちゃめちゃ重いんですよこれめちゃめちゃ重いんで、これはもう本当に、うん、高見えしたい人、見え張りたい人ですかね。私いいの持ってるよみたいな顔が。今までいろんなケース買ってきましたけども、やっぱ最近なんかいろんなケースが出てきたから本当楽しいです。確かにそうですね、はい、ぜひですね、皆さんのおすすめの、iPhone ケースがありましたら教えてください。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと私の、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、画面の下からチェックお願いします。また次の動画でお会いしましょう。